死亡記事の例。19世紀に活動した同伴画家、ウィリアム・ミラーの死を伝えたもの。死亡記事とは、新聞などの記事の内著名人の死を伝える内容のもののことである。不法とも言い,い、日本では死亡記事のコーナーは、奥屋ミランとも呼ばれる。発行者が独自に掲載を決めたものを指し、遺族などが依頼して、広告として掲載されたものは死亡広告と呼んで、区別する。 本校での死亡記事は、事故や事件、災害による死亡は、基本的には含まない。死亡記事の内容は一定の定型化がされている。基本的な構成は、個人の氏名、死亡時の肩書きや専門分野、縁故関係、死亡日時、死因、死亡場所、年齢、出身地などからなる。これに、業績の解説や、肖像画、肖像写真などが加えられることも多い。 通常のニュース記事に比べると文学的な文章表現が用いられる傾向がある。死亡記事は欧米においては高級紙の中で読者の人気が高い種類の記事である。高級紙の一つに数えられるデイリーテレグラフ誌の元編集長マックス・ヘイスティングによれば同誌の死亡記事欄を人気コーナーにしたのは担当記者だったヒューモンゴメリー・マッシングバードの功績であるという。 ジャーナリストの立場からすると死亡記事の執筆は個人の過去の悪行について再考する格好の機会であるとの評価もある。なぜなら批判的な記事を書いても名誉毀損であるとして訴訟を起こされるリスクがないからであるという。ただし日本などでは死者の評価が問題となる場合でも一定の範囲で刑事上、民事上の名誉毀損にあたり法的責任を問われることがある。 欧米の新聞社では死亡記事部を設けて専門記者を配置しているのが一般的である。日本では一部に担当デスクに近い記者が置かれていると思われるものの専門部までは存在しない。死亡記事部では日頃から著名人についての経歴などの情報を収集しその死去に備えている。各著名人ごとに死亡記事の準備校が作成されており、 簡単な手直しで速報として使用できる体制となっている。このような準備校が誤って公開されてしまい、誤報につながる場合がある。また、山田風太郎によると、サマセットモームに、モーム本人の死亡記事の予定校のチェックを依頼しに、来た記者がいたという。人間についての死亡記事のほか、動物についての死亡記事が報じられることもある。日本では、 1979年9月に落語家の最遊亭炎章と上野動物園で飼育されていたジャイアントパンダのランランがほぼ同時に死亡した際にいずれの死亡記事を大きく取り扱うかをめぐって話題となった。明治時代に日本で新聞が発行されるようになった時からすでに死亡記事は掲載されていた。この時点では死亡記事として特に独立したランが設けられてはおらず、 一般的な事件記事の中に混じっていた。内容としては、述べ送りの日時など、現代のものと近かった。その後、次第に死亡記事独特の形式が生じていった。1900年の東京日日新聞の三遊亭、窓川んの死亡記事では、現代の死人形のように、個人名に防戦が付されていた。記事の見出しを黒枠で囲む場合もあり、 この黒枠の一辺のみが残されたのが、現在の死人刑の起源という説もある。なお、皇族や軍人の死亡記事の場合には、紙面全体を黒枠で囲う慣例があった。次第に、同時期の新聞編集全体の傾向と、同じく死亡記事の内容も詳細で派手なものとなった。例えば前日の縁や朝の死亡記事では、肖像画を掲載する新聞社も多くあり、 後には、肖像写真が掲載されるようになった。大正から昭和初期にかけて、こうした傾向は、ピークとなった。1930年代から、戦時体制に入るにつれ、資源節約のために、新聞記事の紙面が圧縮され、それに合わせて、死亡記事も小さなものとなった。戦後しばらくも、物資不足から、同様の状況であった。そうした、状況下で、 現代の新聞社会面下段に並ぶ定型記事の簡素な様式が形成されることになったと考えられる。経済復興後、再び大きな死亡記事も見られるようになった。1960年代後半から1980年代にかけて、従来は政治関係の記事で締められた新聞第一面にも文化人の死亡記事が大きく掲載されるようになっていった。 近年の新たな動きとしては、死亡の速報だけでなく、死後しばらく経ってから、追悼記事を掲載する新聞社も現れてきている。日治む時期台湾の死亡記事現在の日本の新聞の場合、形式から死亡記事は大きく3つに分かれている。1つ目の類型は、定型記事として作成される簡潔な速報。2つ目の類型は、 ニュース性が高い人物の死について見られる一般記事三つ目の類型は過去一定期間に死去した著名人の中から特に一部を詳細に取り上げた追悼記事である第一類型と第二類型の中間的な扱いを設けている例もある第一類型の定型記事として作成される死亡記事は様式が新聞社 通信者ごとに決められており、ほぼ共通するものの若干の違いがある。個人の氏名、死亡時の肩書きや専門分野、縁故関係、死亡日時、死因、死亡場所、年齢、出身地などの基本的事項のほか、葬儀の会場や模種が読者の出席や朝伝の便利を考慮して、地盤や振り仮名など詳細に記される。 新聞の提携死亡記事独特の表現として、氏名に防戦が付されており、裏系、死亡系、死人系などと呼ばれる。対象は、主に大企業の社長や、専務などの養殖を務めた人や、稀にそれらの人の肉親で、多くは、社会面の再下段に小さく配置される。主に関係者への連絡としての機能を果たしている。第二類型の一般記事として報じられる場合は、 死去などの見出しが付されて一般的な文章で構成される。記事の大きさは様々である。個人の関係者のコメントが載せられることがある。対象は知名度が特に高い人物の他に社会的問題性や話題性の点から大きく取り上げる例があり、そのままでは小さな定型記事で済んでしまう人物を大きく報道するために所属組織の今後への影響などを盛り込んだ。 広範囲の内容としてニュース価値を高める手法が用いられる。掲載位置は社会面のほか、場合によっては一面記事となることもある。元スポーツ選手の場合には、スポーツ欄に関係者のコメントが載せられることがある。天皇、皇族など多方面に影響が及ぶ人物の場合は、一面、社会面のほか、スポーツ面、経済面、 地方面など各面にわたって死去した人物との関わりが掲載されることもある。第三類系は近年になって見られるようになったものである。1ヶ月に2から4回程度多くは署名記事として取り上げる。朝日新聞の石別、人人生、読売新聞の追悼症、毎日新聞の痛む、産経新聞の早々などの例がある。 人物表伝をしっかりと書くという点で、欧米の死亡記事に近いという評価もある。年末にその年一年の主なぶっこ者を振り返る記事を載せる慣例もあるが、これは年始ではなく、年末に掲載されるため、例えば、岡本厚生や松平安高のように年末に死去して、新年の新聞に不法が掲載された場合は死去した、年のその年のぶっこ者からは漏れることになる。 どのような人物の死について掲載するか、どの形式を取るかは、主に社会的地位や知名度、業績をもとに判断される。大学教授のように元学生などの関係者が全国にいることも掲載の理由となる。新聞社と個人の義理やしがらみから掲載される例も一部にある。編集局の整理部が実質的な最終判断を行う。なお、以上のほか、地方紙では、 地域で出たぶっこ者の全員を掲載する欄を設けている例がある。現在では遺族の同意を得て掲載することが一般的である。ありがとうございます。